塩原又作1月10日から1955年1月7日は日本の実業家。三協株式会社創業者、元社長。神奈川県出身。横浜英語学校卒業。大谷家幣の経営する日本製茶会社で実務の手ほどきを受け、父と大谷が共同出資し設立した横浜絹物会社で取締役支配人になる。 1897年、友人の西村翔太郎が渡米する折に、事業の探索を依頼し、1898年に、高峰城吉が発見した、高地屋スターゼの輸入販売権を獲得する。1899年に、特命号司会者、三協商店を設立し、横浜市弁店通りに店を構える。さらに1902年、 高峰常吉のアドレナリンや1911年、鈴木梅太郎が発見したオリザニンの輸入販売権を獲得し1913年に三協株式会社を設立し、高峰常吉を社長に迎える。同社専務取締役就任。1915年11月、内国製薬常務取締役就任。1916年、 佐藤ライト株式会社専務取締役就任。1920年5月、キシライト株式会社社長就任。同年9月、東京石鹸製造株式会社社長就任。1923年、ヤマト醸造株式会社代表取締役。1929年7月9日、三協社長に就任する。 また1932年1月27日、アメリカのベイクライトの特許権を得て、日本ベイクライトを設立した。1940年4月5日、塩原定蔵が社長に就任、塩原又作は会長に就任した。1946年12月31日、退任。ありがとうございます。